夫の天下の一大事。おはようございます。源一カステルです。この番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役社長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤澄夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。伊藤澄夫の天下の一大事。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りします。プレス機械や周辺装置バネ成形機のアマダプレスシステムって？自動車や医療機器などの部品を作り出す機械の会社です。私たちの暮らしに欠かせないんですね。ぜひあなたも一緒に働きませんか？組成加工を科学するアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事。伊藤さん、おはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いします、はい、3月は企業の海外進出がテーマです、はい、まず海外に進出する利点からお聞かせいただけますか？利点ですね、まあ、二十数年間やった結果論から申し上げましたね、うん、非常に良かったというふうに僕は思っておりますけど、はい、まあ、例えば利益ができて、その配当とか日本の会社に送金ができるとかということはもちろん経済的な利点ありますけど、はい、それ以外に、例えば今当社3カ国やってますね、はい、3カ国でいろんなその車関係の受注の変化とかいろいろ流れが変わってきたときに、3カ国で受注の出し入れといいますか、調整ですね。でこれはフィリピン、インドネシア、たまたま日本でも仕事がなくてインドネシアが多いとか、逆があるとか、はい、そういった時に調整ができますから。なるほど。だから協力工場に出すんじゃなくて、その3カ国の中で仕事出し合うということであれば、仕事が他へ出ないという時点ですね。なるほど。日本に逆風吹いていてもフィリピンやインドネシアにはいい風が吹いているというようなことがあるわけですね。そうですね。それとまた大きいのは人の調整が非常にうまく、仕事が急に増えたとか減ったとかということで、そこのバランスを国内だけじゃなくて海外も含めて、特にフィリピンの場合は海外に行くのなんとも思ってないような、むしろ海外行きたがりばかりですので、日本とかインドネシアで仕事が増えてちょっとしばらく1年2年行きなさいって頼むと、はい、喜び勇んでニコ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 してきますので、そういった人手不足だとかなんとかという問題があった場合に、当社だけはまずそんな問題は出ないと。なるほど。これのも大きいかなと思っておりますね。どうしても複数の国を股にかけると語学の壁とかもあるかなと思ったんですけれども、はいはい、その壁を取り去る、低くしておくっていうことも。語学の壁はもう15年以上前にはもうすでに終わっておりますので、うん、まあうちの社員も自由にウェブでできるような状況ですのでね、語学の壁はないですね。あとここまで話聞いてて出てこないのが、いわゆる人件費とかコストっていう、はい、このあたりはどうなんですか？そうですね、人件費、例えば今マニラフィリピンで平均5万円としますね、はい、で5万円であれば日本に行って10万円ももらったらもう大喜びなんです。なるほど。それを日本の当局は、日本の社員と同じようなレベルで支払いなさいという決めがあります。なるほど、はい。だから一概にいいとも悪いとも言えない部分ではあるんですが。そうです、そうです。ただ、これ結構事業を展開する上で、一つ引っかかってくる部分にはなりますよね。例えばいくら高いって言っても、当社の社員、正社員と比べれば、うん、ボーナスとか福利厚生とか、うん、含めれば、うん、はるかに定額になりますし、うん、でもう一つはフィリピン、インドネシアから来る場合はほぼエンジニアでレベルの高いものが来ますから、うん、間違いなくいい仕事をしてくれるということであれば、うん、人件費が多少安い高いについては全く問題ないというか。なるほど、うん、まあ、語学の壁もほぼなくなりました、うん、そしてエンジニアであるっていうことは、日本であっても、うん、フィリピンであっても、インドネシアであっても、はい、同等の技術を持ってるんだ、そうそうそう、これがさっき言った人の調整にも役立ちますし、
例えばね、はい、人材派遣から20万で雇った場合は、うん、まあ、言葉もわからないとか、はい、技術も教えないといけないとか、うん、まあ、ことになりますと、かえって日本の社員の方が有効だというふうになりますから、うん、どうしても持ち出しが多くなりますよね、うん、だから進出してうまくいったというのは同じグループ会社からその交流ができるというのにやっぱりメリットを感じてますね。伊藤文雄の天下の一大事。目に見えないプラスアルファは、例えば1年間伊藤製作所に滞在することによって、はい、もうある程度のレベルがあるからいちいち教えてはいないんですが、うん、彼らが1年間で自分で目で仕事を盗むというか覚えるとか、うん、だからね、毎回言われる話がありがたいんですけど、はい、1年してフィリピン帰ったと、はい、非常に成長して帰ってくれた。これは大きいですね。基本的な技を身につけただけじゃなくて、うん、応用が効くぐらいまで行ってるっていうことですね。そうなんです。そうなんです。フィリピン人は真面目で言うことはきっちりやるけど、なかなか自分で考えようとしないよという話した覚えがあるんですが、あ、だからそういう国民性だよと思ってた部分が、うん、そうそう、はい、これはね、なぜかというと400年間植民地で外国人の元で働いてたその歴史的なその習性がありまして、余分なことをして首をはねられるっていうことをしたくないと、こういうのが定着してるんですね。なるほど。それがね、やはり10年20年勤めることによってね、まあ、どんどん日本と変わらないようなアイデアを出したりしてくれておりますよ。ということは伊藤製作所の場合は余計なことをしないっていうことではなくて、進んで何かをしてもいいんだっていう、そうやってくれます。どこまで意識改革ができたと、そうそうそう、でやってくれたことに対してまたそれに対して見返りもあげてるんですよ。手当とか、ちょっと食事券の一流ホテルで食事してきなさいとかですね、いろいろ変わったいろいろアイデアを出してね、やっておりますけど、そういう面では20年前のフィリピン人と今のフィリピン人とでは全然レベルが違いますね。そうなんですね、うん、となるとフィリピンの中での伊藤製作所だったり日本に対する見方っていうのも、うん、今後またじわじわ変わっていく可能性すらあるわけですね。と思います、はい、海外進出伊藤製作所は今から四半世紀ほど前だったんですけども、うん、じゃあ今から海外進出考えてるという企業があったとして、はい、タイミングはいつがいいですか。マクロの話しますと、はい、ちょっと遅いと思います。あ、今からでは遅い、遅いと思います。じゃあそれで何とかとなれば、うん、その日本にある技術とか、例えば美味しいリンゴでもいいんですけど、うん、海外にないものを持っていく場合ならいいんですけど、はい、日本の企業もたくさん出てその力つけてきたところと戦っても負けるとか、うん、あるいは台湾韓国からもどんどん進出しておりますね。でそのあたりの会社がどんどん力つけておりますから、うん、やはり単価的に安く作るということでは台湾各国の方が日本より上ですので、うん、まあ、そういった意味でまあ進出は早い時期にやってたら比較的うまくいきましたけど、これからはちょっと大変だと思います。じゃあ他の方法、業種によりますとか、ね、うーん、伊藤文雄の天下の一大事。そして海外での会社の形についても伺いたいんですが、うんうん、まあいわゆる独資と呼ばれる形か、はいはいはい、それとも合弁なのか、はい、この辺はどうですか。もうこれはもうどう考えても 100% 独資の方がいいんです。うん、独自でないとダメなんです。でもそういうわけにいきませんね。はあ、例えば当社が25年前にフィリピン進出しました、はい、独自で行きたいって言っても、うん、銀行とか政府とか、うん、いろんなそのところと英語でそのやり取りなんてできるわけがないですね。だから日本側としては品質管理と営業と金型製作について責任持ちましょうと、うん、お宅の方では銀行とか経理とかね、人事とかやってくださいということでうまくいくわけですね。はあ、だから 50% ずつのことでフィリピンでスタートしましたが、やはりね、はい、考え方が違いますから、やっぱりよくうまくその設備投資することもいろいろ問題あるとか。ああ、そうか、意見のすり合わせにまたエネルギーがかかるんですね、合弁だと。4年目に多少利益出たらね、
その利益は全部分けましょうとかね、あ、いやそれは残しておいて設備投資とかね、あるいは社員にも多少のお弁当出してね、支給上げないかんよって言ってもそれ通じないんですよ。でもそのフィリピンでやがて独身になるんですよね。そうなんです。7年目に当社のキーパーソン駐在してた加藤というのが急逝しまして、はい、その時にそのフィリピン側の当時向こうが社長しておりましたけど、うん、加藤エンジニアがいなかったらこの会社はうまくいかないだろうと、うん、ことで亡くなって3日目に手を出してきまして、うん、資本金全部返せた、うん、気分悪かったですよこれは。はあ、もうだからフィリピンが自分のところでやると。いやいや違います、やめたいと。やめたい、やめたいしここから逃げたいと、はあ、だから、資本金返してくださいってことですね、はあ、でこにゃろうと思いましたけど、あ、これで彼らとお別れできるんだ、はあ、でまた7年間で僕もある程度海外事業 の、はい、あの行事を取れるようになってまあ来ましたから、まあ、なんとか生きるなっていう格好だから、うん、まあ、先々考えればこの方が良かったのかなっていうことで、で伊藤製作所としてフィリピンに、これね、残った。例えば会社がうまくいってからね、うん、相手切ろうと思ったら大変ですよ。もうなんか取り分争いがそう想像するだけでも怖い。そうなんですよ、はい、怖いです。だから本当にうまくね、あの独身になりましたねフィリピンは。そうなんですね、はい、インドネシアは合弁ですね。インドネシアはね合弁でないともうこれは言葉の件もありますしね、あの国は非常に難しい法律がありますので、うん、とても日本単独では無理じゃないかなというふうな判断しましたね。うん、でもう一つはあの現地の財閥系のアルマダっていうところが当社の何を気に入ったか知りませんけど、うん、10ヶ月にわたって断り続けてきたのに、向こうからのラブコールが伊藤製作所にあったんですね。はい、はい、で日系の大手本田さんの一時関係もね、そのアルマダと手を組みたいって何社かね、うん、合弁の依頼したらしいんですけど、うん、みんなキャンセルして、うん、あの伊藤の小物の精密やりたいということで、うん、社長がね、で合弁はもう嫌だなと思ってやってたことがとんでもない、うん、今まで周辺の合弁会社の見てますと本当にいろいろご苦労されているんですけど、もう最高の相手になりまして、最初の1年2年間もうや時代も家賃もいりませんよと、最初の1年間は給料は全部こちらで持ちますと。あ、なるほど、有利な条件を提示されたと。やりかけてからその話しました。はあ、だからこれはね、もうちょっと例がないようなあの素晴らしい合弁相手だったですね。続きは来週伺います。 ありがとうございました。金属加工機械メーカーのアマダグループ、アマダプレスシステムのプレス機械やその周辺装置バネ成形機は、自動車から医療器具まで暮らしに欠かせない部品を作り出します。世界は金属部品でできている。ビヨンドザソリューションアマダプレスシステム。伊藤澄夫の天下の一大事、出演は株式会社伊藤製作所代表取締役社長伊藤澄夫さん、お相手は原石カステルでした。この番組は組成加工を科学するアマダプレスシステムと各社の提供でお送りしました。